北海道新幹線の開業から来月で丸5年函館の街を訪れてみるとホテルだけで8軒か9軒ぐらい増えたのねこの駅前近辺だとそうねホテルは増えましたね駅周辺のあちらこちらに真新しいホテルが国内外からの旅行者の増加に伴い ホテル建設が一気に進んだ北海道新幹線の開業後に市内で新たに建てられたホテルは8施設このほか15施設が増築や改装を行ったもっと人が増えて大きい建物ができてさらに函館とかが有名になってくれればいいと思います、はい、日銀函館支店は 開業後3年間の道南地域全体への経済効果は。710億円に上ったと試算している。しかしここに来て暗い影を落としているのが。この今コロナ。人が少なくなった。感染拡大がなおも続く新型コロナウイルスの影響。開業後のにぎわいはぴたりと止み。 行き交う人の姿はまばらだ函館朝市の藤田公と理事長朝市会場が観光客でごった返した日々を懐かしんでいるい <laughs> 本当に開業当時はえこんなに来るのかなっていうくらいですね あのみんなですね大歓迎しながら賑わいっていうのがすごかったんですけれども観光客は開業後少なく見積もっても倍に増えたという今は一日も早い収束を祈るばかりだ一方10年後に控える札幌延伸を見据えた動きも 函館市は歴史ある建物が並ぶ旧市街地西部地区の街並みを一新する再整備構想を練っている対象は函館山の麓一円に広がる330ヘクタールのエリア建物の改修や通りに余裕ある空間作りを進め国内外から移住者を呼び込むというモデルとするのはビ、まあ、バリヒルズのようなっていうのは一つあの例として。 西部地区の高台のエリアは数は多くないものの富裕層が好んで移住先に選ぶという車が入っていけないだとか、えー、入っていっても求めるスペースがないだとかっていうような、えー、敷地なりっていうところも少し、えーえー、見られるとでそういうところを解消していって再整備の完了は2030年度 北海道新幹線の延伸で札幌までの所要時間は1時間ほど移住を考える人に積極的にアピールするという時代全体の流れですねまあ、その中で求められるまちづくりとあとはやはり まあ昔からずっと引き継いできた西部地区の歴史的な特性とか生かした街づくりとうまく融合してですね進めていければなというふうには考えています新幹線の北の玄関口となった新函館北斗駅北斗市が50億円を投じて整備した5.3ヘクタールの商業用地は全体の7割の売却が完了した。 ホテルが進出したり、それからレンタカーだとか、まあ飲食店が進出したりゆっくりではあるが、着実に進んでいた企業誘致。しかしこの取り組みにも、新型コロナウイルスは待ったをかけた。そんな中、今、新たな戦略に思いを巡らせている。商用施設だけではなくて。まあそこには。あの、テレワーク。 があったり、えー、例えば、ワーケーションがあったり、えー、例えば医療機関介護施設、えー、そういったものもあってもこれははいいんではないでなかと。コロナ収束後を見据えた新たな戦略の必要性が増した特に力を入れるのが医療機関の誘致だ。新函館北斗駅というのは。 例えば江差し方面それから松前方面それから1時間で青森と結ばれるそれから1時間で札幌とも今度結ばれるそういったことを考えた時に新函館北斗駅前にそういった慢性疾患を専門とする病院があってもいいし総合病院があってもこれはいいんではないかと目指すのは商業と医療の機能を併せ持った 旭川駅のような環境新函館北斗駅前が今後発展するかは医療機関を誘致できるかどうかにかかっている先生 VTR からになりましたけど、はい、なかなかちょっとこう厳しいのかなっていう印象を持ってしまったんですけども例えば函館市内にはホテル8施設増えました。はい、それからあの新函館北斗駅の周辺も、まあ かつては田んぼしかなかったところでしたので、うん、そういう意味では少し開発が進んだっていう意味であの経済効果がないわけではないっていうことは事実だと思います。一方ででやっぱり札幌まで伸びて始めてめ 大きな経済効果を生むというのはこの北海道新幹線のもともとの計画なのでな今、この函館まで来て5年というところなんですけれどもここだけで新幹線のですね全体を評価して赤字が出てるから悪いじゃないかというような話にはすぐにはならないんじゃないかと思うんです、ね、いますと。はい ね、はいこちら函館までの改めて10年後2031年の3月に札幌まで来るんですねその工事が今進んでるわけなんですけれども、えー、今まさにそのトンネル工事ですね、はい、が進んでいるニセコ町内ここでのトンネル工事最前線というのとさらに新幹線の停車駅となります長万部町で進んでいるユニークな取り組みについても取材しました。うん ニセコ町の郊外ここが北海道新幹線の札幌延伸に向けたトンネル工事の現在の最前線私は今札幌側の入り口からおよそ5400メートル入った場所にいますトンネル内では現在このようにトンネルの壁をコンクリートで全面覆う作業が進められていますそして私の後ろ今センターの部分まだ土が覆われておりますけれども 3月中には掘削が終わって向こう側と貫通する予定だということです延長1 0 4キロの昆布トンネル7年前に函館側6年前には札幌側からも工事が始まりあと2 0 0ルほど掘り進めば貫通する予定だこの後ですね、えー、復興コンクリートの施工等を行いまして電気工事あと軌道工事 が入りまして、10年後の北海道新幹線の開通に向けて工事を進めていく予定でございます。札幌延伸の整備延長は212キロ。そのうちのおよそ8割、170キロほどがトンネル区間となる。整備されるトンネルは合わせて17本。最も長いトンネルの長さは33キロに及ぶ。 トンネル全40航区ございましてそのうちの39航区はすでに発注済みでして残りの1航区についても、えー、今年度中の、えー、発注手続きということで今計画通りり進めております。昨年末の時点で全体の36%の工事が完了来年度からはトンネルとトンネルを結ぶ高架橋の工事も始まるという。 北海道新幹線全体で全てのトンネルで約2000万立方メートル弱の、えー、トンネルの掘削度が発生いたします、えー、現在、令和3年度末までにです、ねえー、全ての発生度の受け入れ値の確保というのを目標に、えー、鋭意進めておるんですけどもその確保というのが非常に重要になってくると考えております新幹線の駅が置かれる長万部町。 ここで今、ある取り組みが動き出している。端っこも集まれば、俺らがど真ん中。これはやっぱり、あの端っこ同盟の子ども、あいこと。